演舞開演。どうも、本日はこちら、富士っ子のごま昆布を食べたいと思います。あー、ごまも昆布も体にいいです。体にいい和の食材、体に良さそうですね。でも、味がついてこないと誰も食べてくれないというジレンマが飛び散っちゃいましたね。ちょっとあとですよ。では、気を取り直していただきます。体にも優しくて美味しくて良さそうです。一度にチーズを一杯分程度塩辛さとコリコリっとした昆布の食感が見事にマッチしていて、まさに和の食材という美味しさでした。ご飯に合いそうですね。これ混ぜ込んでもいいですし、おにぎりの具にも良さそうです。それに体にも良さそうですしね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分ね、あ、点数はこちらです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。